こんにちは、伊藤信弘です。70キロ突破しました。もうラストあと30キロです。あと30キロなんですけど、もうさっきの60キロの時点でなんとなく上がってたんですよ。またダメになるっていうことが。ただしね、何の意味もなかった。昨日はすげえ大切な日だったんですよ。それを不意にしてまで、くだらねえけじめだとかそんなのために、どうでもいいことをやって、何よりも大切だった人を失って、俺は全然何でもないただのクソ野郎なんですよ。劇団スカッシュの皆さん、僕なんかをキャストに選んでいただいて本当にありがとうございます。もっと僕よりもキャストにした方がスカッシュのプラスになるような人はいたんですよ。なのに熱意だとかそんなもんのために僕を選んで、スカッシュもあって分かったんですけど、結構バカなんですよね。もっとやり方をうまくやれば、すげえ観覧数が伸びたりもするんですけど、熱意とかそういうものをとって損ばっかしてるんですよ。俺もそのためになんとか何かしたいと思ったんですよ。走ること決めたのも、最初に100キロ走ろうって決めたのもそれだったんですけど、結局それはダメで、ろくなイメージはつかず、また走ってても結局何の意味もなかった。悔しいですよ。